どうもです。皆さんこんにちは、こんばんは。今回は僕のチャンネルの登録者が5000人を突破したので、それを記念して特別回としてコラボ動画をアップしたいと思います。今回コラボしてくださるのは鳥の爪団実況チャンネルのソウトさんです。どうも、鳥の爪団ソウトです。いやーイエイありがとうございます。イエイなのかイエイですよ。イエイイエイ特別感ゼロ。まあそれ、ソトさんとは結構もう本当チャンネル作ったぐらいの頃から、うん、知り合いってからは結構長いですもんね。3、4年くらい経ってますよね。結構本当昔からの、ね、いやありがとう。同期ですね、もう同期。そうですね、もうでも気がついたのギャーンってもう伸びてっちゃって。いや。やっとこさ、でももう5000人。おめでとうございます、5000人。ありがとうございます。はい。いや、嬉しいわ。そう、まだまだね、諦めずにどんどん YouTube 続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。俺の方もよろしくお願いします。はい。ぜひ、お願いします。ということで、今回、ソウトさんと一緒に遊ぶゲームは、今画面に映ってるんですが、このデッドバイデイライトというゲームやっていこうと思います。で、僕のチャンネルでは、このゲーム動画としてアップするのは初めてなので、簡単にだけ、ルール説明をしますと、プレイヤーは1人の殺人鬼と4人のサバイバー側に分かれています。で、殺人鬼側はサバイバー4人を捕まえたら勝ち、サバイバーは殺人鬼から、そう、逃げたら間違えましたサバイバーは殺人鬼から逃げて、エリアから脱出すると勝ちといった鬼ごっこのようなゲームなんですよ。そんなゲームなの？そう、もうドキドキハラハラするゲームなんですよ。初めてやるかもしれないな。そう、僕はほぼ初めてですということで、今回はこのゲームを2人でプレイしていくので、ぜひ2人で脱出を目指して頑張っていきたいと思います。そうだね、裏切んなよ、やたろうさん。いや、それは、ちょっと、わからない。それはちょっと、もうチームが崩壊しかけてる。やっぱ死にたくないからな。はい、まあでもね、2人でやっていくんで、ぜひ、2人で生き残れるのを目指してやっていきたいと思いますので。うん、はい、頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。で、このゲーム、ちょっとマッチングまでの時間が長いので、そちらの方はカットしようと思います。それでは、マッチングやっていきます。よし、やっていきましょう。やっていきましょう。今日本日初マップじゃないですか、ここ。初っぽいですね。ねえ、なんだこの赤い建物。初マップ、何回かボツを量産しておりますけどもそろそろ決めに行きたい時間帯、決めたいところですね。僕も持ってる、頑張っていきましょう。工具箱もこれラストの1個ですからね結構やってんねっていう結構やってんね、バレる結構やってんねっていう感じがね、バレるぞあとちょっと俺らのねテンションがね、オープニングより疲弊してる感じがあるけど結構やってんねっていう感じがね、完全に疲れが出てるぞ。スキルチェックもしっかり頑張っていきましょう。油断してるとすぐボーンそう。はい、グレート。ここで決めていく。あ、ハントレスだ。お、ハントレス初じゃない？初ですか、あのハントレスですか。視聴者の人言ってもわかんねえだろうけど、初じゃないって言っても大丈夫、僕も分かってないです。この動画1本目だろうからわかんねえだろうけど初なんだよ。そう、初なんだよ初なんですよ。あ、作ってんのかな。ちょっとこっち来るかもよ、ハントレス。あ、めぐちゃんか。めぐちゃん大丈夫、いるのかな。とりあえずこっち追われるかな、修理。ちょっと待って、鼻歌聞こえてる。あー、すぐ近くいるわ。その中で修理していくこれこっち、奇跡的な今回避の仕方をしました。ってことはあれが総統さんか、包帯巻いてます。ピンクのジャケの、いや違う人だったな、違う人だ。バレてね、バレてね。ナイス、バレてね、バレバレてしまった。いやー、だいぶ耐えたわ。今でも工具箱使っていくか。ナイスチェイス、ナイスチェイス。あ、残しとけばよかった。ファイヤー。あ、どこ行った。あ、切ってるって。そうだよね、鳴らしたもんね。それは来るよね。
いや、よしよしよしじゃねえ。あ、え、やたろうさん割れてんのによしよしよし俺言ってたから、どこら自分のことで精一杯になっちゃった。どこら相当さんは頑張って巻いて、意外とね負ける、意外と負けた、走るよりも障害物を利用してやると意外と負けてる、隠れた方がいいのか、うん、これ巻いたかな、冷静に行きましょう、ここでね決めていきましょう、やっぱ大人な対応がね求められると思う、そう、やっぱ相手女性だから、あ、これ女性なんですか、そうそう、ハントレス女性だから。やっぱ真摯なところ見せていくと多分見逃してくれる、逃がしてくれるかな、うん、OK、真摯に行こう、こいつとか言っちゃダメだな、じゃあ、あの方が、あの方が来る、やばい、うん、あ、お上品な感じで、お上品な感じでいきましょう、あれ誰かいるけど、あれは誰だ、近いね、あ、やたろうさんでも今負傷状態か、負傷ですね、結構味方今4人とも固まってる状態かもしれない、うん、連れてってやる、あ、助けてくれるか、ナイス、ナイスナイス、ありがとう、これもいけるか、あ、これ相当さんだ、あ、2人がかりでできるんだ治療も、よし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 、ありがとうありがとう、ありがとうございます、あったっけ、スピードが速くなるからね2人がかりだと、早かったですね、うん、いいよいいよ、あと残り3つ、あそこ1個あるか、今向かってる方に1つあるね、お、じゃあちょっと一緒に行きます、あ、みんないる、3人で直せたら相当早いんじゃない、そっか3人しか触れないのか、そっか4人いんの今すごい状態だね。じゃあスキルチェックの重要性がやばい、はぶられ離れとこう。あ、いた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 、いた、気のせいか、いたような、ちょっと近い、いや気のせいか、正面右左どっち、いや違う違う、僕の近くいる、あ、だっ、あ、そっち行ってるかな、そっち行ってるっぽい、ちょっさて起動するか、俺だわ、あ、やたろうさん、巻き込みでしょ、巻き込みに注意、近い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 な、なんか冷静に走らず距離を離していく感じ、うん、女性でしたもんね、あれソートさん、あ、違う、真摯な対応、俺今中央の方の畑に向かってってる感じ、これ違う人今追っかけられてますね、なるほど、ちょっと一回俺距離離すわ、違う発電機の方行くわ、まだ3つあんだもんね、ですね、赤い小屋周辺の農場の場所中央あたり、こっちかな、あ、一つ直してくれてるね、ナイス、これこっち来るかもな、方角的にこっち来そうだな、ちょっと一回総統さんのとこ行こうかな、一個ね作ったしね、あそこ来るかもしれないね、多分こっち一回離れとこう、多分こっちだな、あれはハントですか、味方か、あ、やたろうさんだ、いやでもなんか信用するな、マジ、あ、気のせいか、その発言めちゃめちゃ怖いよ、俺もめちゃめちゃ近い、外藤さん離れようかな、外藤さん、あ、いるいるいる、ハントレスいるわ、います、赤い小屋周辺、あ、いた、どれ一回離れるわ、もう一つ発電機そっちある、ダメージ食らってる発電機か、ん、距離取れたか、距離取れた、一回見失ってくれたっぽいな。オッケー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 。ダメージ受けてますね。あと2つ。そこか。そこでやってんのか。あそこで。大丈夫かな、あそこでやってるか。やってんね。悲鳴が聞こえたぞ。ボーン、ボーン決まったね。あえてね、あえてやっていった、あえて鳴らしていく、うん、やっぱこうハラハラ感を楽しみたいから、ここでさらにハラハラしていく、うん、ハラハラしたいよね、いや、さすがだな、そういうお年頃だよね、どこだ総統さんは、てか、あそこか、ラストあそこか、今、まあ、やたろうさん共感つけてんだっけ、パークつけてます、つけてます、あ、じゃあ、発電機周辺まで今来てるよ、俺負傷しているの、あ、違うな、あ、やばい、やばい、見られた、見つかっ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 て、あ、壊してくれたおかげで見失ったかな、こっちは足跡で追ってくるか、あ、でも俺負傷状態じゃないから、そっか、見えねえか、
味方が一人いるな、でもな、負傷状態の。この人直してあげられたいな。直したいな。オッケー、今、こっち別の場所修理してますね。あ、セルフケアしてるわ。よかったよかった。ナイス。大丈夫だわ、あの人。うん。放置しても大丈夫かもしれない。セルフケア強いんだな、そう考えると。強いね、やっぱりね、そう考えるとね。欲しいな、早く。マーク1個勢だからな。ハントレス来てる。そうですね。はい、頑張ってください。私は修理を決めていく。大丈夫かな、大丈夫かな、よし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 、ひるましたぞ多分。ナイス。みんなでもみんな逃げ切ってますね。やば。さあ私はゆっくり修理しようかな。あと少し距離離す。やばいか、いけるか。スキルチェックも次の板がないとちょっとまずい場所だ。頑張って。オッケー、こっち終わりました。近い。安い。気持ちいい。まずいな。気持ちよくなっていく。さあどこだ、外さん。あ、でもまだ、そうか。ダメージ与え。お、ナイス。あ、いる近くいる。あ、やばい。ってことはあれが外さんか。いやー、頑張ってください。さあ外さんが乗り越えていく。食らわなぬ。乗り越えて。なんかちょっと待って、こっち来てるんだけど。ちょっと。何やばいの、こっち来ないで、こっち来ない、巻き添え。しかしさあ総統さんが追いかけられていく。これでも助けられるのかな。チェイス見てます。あ、壊してるな。釣れるか。そうか、負傷してるから僕が釣った方がまだチャンスあるのかな。あ、脱出場所あるか。あ、よし開いてるよ。ちょっと待って、俺脱出したい。ちょっと待って脱出するなよ。僕も行きたいけど。ちょっと待って、なんか抜けてってる。嘘だ、消えてった。あの人消えてった。嘘だろ。お疲れ様でーす。まあ大丈夫っすな。もう僕もね、近いんでね。ほら、大丈夫っす。そんなとこにはね、味方いないんだよな。そんなとこにいないんだよな。ほら。どこを見ているのかな、どこを見ているのかな。いけるかな。いけるかな。よし、いけるぞ。おー、ナイス。よく来た。もう一人大丈夫。あ、ラスト、この二人か。この人、いけるぞ。ナイス。オッケー。あー、脱出できた。最後やばかった。やっとできた。しかも全員抜けてますね。野良の人も。よかった。全員いけたね。よかった。時間かかった。長かったよ。初心者すぎて。大変だ。長かった。はい、ということで、ようやく抜け出しました。多分見てくださってる人は多分すんなりいってると思ってるかもしれないですけど、ここまでめちゃくちゃ長かったです。長かったね。長かったですね。2、3時間取ってんじゃない。多分2時間いってますね。あの、やばいね。動画の挨拶のとこの僕のクローデットのレベルを見てもらったら分かりますね。確かレベル4だったんで、で今レベル9にまで上がってるので。上がってんね。ありがとうございます。今日でだいぶもう慣れたぞこのゲーム。ちょっとずつリハビリのように上手くなってきたんだもんね。そうですね。はい、まあ、ということで、でも最後2人で抜け出せて、しかもノラの他の人も全員で脱出できたということで、綺麗、ね、うん、な形で終われて本当に良かったです。良かった、はい、ということで、動画の方もここで終わりにしようと思いますので、今日は本当ソートさんありがとうございました。 ありがとうございました。こちらこそ。で、まあ、今回5000人記念ということでコラボ動画アップさせてもらいました。最後までご視聴ありがとうございました。また今後とも、動画の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。来ましたね。ここはさっきやったとこと同じかな。あ、いいね。練習でやったステージ、これいいね。練習でやったとこと同じですね。これありがたいですね。早速ありがたいね。初心者だからね、2人ともね。知らないマップもね、まだあるし。そしたらなんかいきなり来たんだけど、チェーンソー持ってる、これはチェーンソー持ってる。って、あ、やたらさん嫌ってる。はい、でも、なんでいきなりそこする。これはもう、早速ボツかいかな。総統さん、どこ。どこ。俺もいるよ。すげえみんな来てる、くれてる。あ、これ総統さんだ。やたらさんに来たよ、お前。逃げ回ってる。行きたくねえ。よし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 、俺はいないぞ、俺はここにいないぞ。なんでこっち来るんだよ、ちょっと待ってって。
マジそっち行った、どこ行った、うわ怖怖怖怖怖、待ってバレてるよね追いかけられてる、追いかけられてる、あれ総統さん追いかけられてますね。おー、うまい。さあ登って乗り越えをうまく駆使していく、もう殴られたくそね、取れました。今日取れたね。よかった。ありがとうございます。